大田名部傍聴、津々太市田鍋傍聴堤は、岩手県下平郡不大村にある傍聴堤である。高さ15.5メートル、延長155メートル。2011年の東日本大震災の際、この大田名部傍聴堤は、不大水門とともに、住宅地や集落中心部への津波到達を防いだ、ため、不代村における震災の人的被害は、 船の様子を見るため、防潮堤の外に出た行方不明者一人のみで、それ以外の死者はゼロ、被災民家もなかった。今回の震災において、宮古下老地区の高さ10メートルの大型防潮堤をはじめとする各地の水防施設が、腰水、破損により、機能不全に陥る中、沿岸部で機能した数少ない堤防であった。普代守った巨大水門被害を最小限に、 岩手日報、オリジナルの2011年4月28日時点におけるアーカイブ。 https://web.archive.org/.web/.20110428061830/.http://www.iwate.cnp.co.jp/.cgi/.bin/.toppns.cgi 2011万424、2017年10月12日、閲覧。津波で5割町の傍聴艇、損壊岩手県が、高架検証へ、共同通信。オリジナルの2011年9月24日、時点におけるアーカイブ。 h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 1 1 0 9 2 4 1 9 5 7 1 7 h t t p w w w 4 7 n e w s j p c n 2 0 1 1 0 4 c n 2 0 1 1 0 4 1 2 0 1 0 0 1 4 7 h t m l 2 0 1 1年4 月24日閲覧ありがとうございます。